医師の龍蔵の極楽研究所第87回は、夏目漱石の夢十夜より第3夜と第4夜をお聞きいただきます。今回も医師の龍蔵の脚本と語りですが、実は第4夜はこれまで人前で演じたことがありません。全部語ると長いと思った時になんとなく外してきたのがこの第4夜でした。ぜひ聞きに来てくださいね。